2018年5月の11日、10時49分です。よろしくお願いします。ワードです。狐枠です。情けねえよな。200人近く見てた。お前花火2発とかもクソだろ、マジで。クソすぎるわ、クソ。どんだけ金持ってねえんだよ。はい、ワード。さすがにビビるわ、ほんと。はい、ワード。イライラ半端じゃねえよ。情けないと思わない？200人見てて花火2発だって。イライラするっしょ、本当に。情けねえ、マジで。ひげ生えたね。それイライラもするだろう。200人見てて花火2発だよ。どんだけだよ、本当に。やっててイライラもするだろう。いや、普通にイライラするね。普通に気分悪いわ。普通に気分悪い。バカにしてんのか、こいつらみたいな。フリじゃないよ、全然。よくないね。俺100万目指してんだ。俺100万稼ぎてんだわ。いや、なんかもういいやと思って。狐の方が言いたいこと書けんでしょ。言いたいこと言いやすいから、俺も。いや、だから価値がないって言われたの、それは腹立つじゃん。イライラすんじゃん。200人見てて見返りがねえっつうことはさ、俺もやる気失せるわ。そう、俺にアイテム投げないリスナーに腹立ってんの。悪い。なんすか。なんすか。悪い。花火2発だったね。200人見てて。情けねえ。やる気失せるわ、マジで。怒ったふりでアイテム要求。俺は普通にアイテム投げてって言ってるよ、普段から。怒ったふりとかじゃないよ、別に。普通に情けねえっつってんの。真似とか興味ない。爆走の放送とか見ない。俺他人の放送あんま関心ない。 いや、その価値がないんだったら見に来なきゃいいのにな。いや、怒るでしょ。俺は怒るよ。
俺かねかねずっと言ってたよ。俺の放送見たことないんだろうね、ニコ生時代の。もっと減ってったらそれで終わるだけだから。うん。
あ、応援する気のないやつ見なくていいよ。他行って。悪いけど。見なくていいよ。邪魔だから。新アイテム宝箱。へえ。超豪華宝箱。ほうほう。宝箱アイテムをゲットする方法は2つ。宝探しイベント。タイムセールでゲット。ほう。宝箱。イベントの詳細はこちら。宝探し。アイテム豪華景品。宝探しをする。やってみようか。この中から1個選んで開けてみよう。これだな。おや？箱の中にメガホン。いらねえよ。メガホンかよ。え？終わり？メガホン？いらねえよ。なんだこれ。マジかよ。え？終わり？なんだこれ。100万集まったら何するんだじゃなくて、100万を集めることが目的だね、俺の。100万を集めることが目的であって、100万集まったら何するとかじゃないから。黙ってる配信者つまんねえと思うんだったらどっか行けよ。宝箱いつからかよく分かんなかったな。なんかタイムセールで発表するって書いてあった。俺満たされてない。返すっていうか、貸し借りじゃねえから、いいわ、どっか行ってくれ。話になんねえわ。さっきも言ったけど、応援する気がねえんだったら俺の放送見る資格ねえからさ。どっか行ってくれ。漢字読めないのは子供の頃からだね。店の金なんか持ち逃げなんかしてねえよ。誰の店だよ。誰の真似もするつもりないです、僕。
アイテム投げないんだったら去っていいよ。バイバイ。さようなら。はい、さようなら。来るよ。俺100万稼ぎたいんだよ。15万じゃ足りないんだよね。はい、こんにちは。いや、俺はできると思ってるから。お前の感想なんか聞いてないの。お前は無理だと思ってても俺にはできると思ってるから。お前の価値観植え付けないで。俺はできると思ってるから。うん、見に行きな、トゥクトゥク。55、どっか行け。うん、トゥクトゥク見に行きな。来なくていいから俺の放送。来なくていいよ、65。バイバイ。金持ちが好きそうな配信スタイルじゃないから、こうなってもしょうがないんじゃない？いやー、俺は居心地悪いね。スタイルとかどうとかわかんないけど、俺は飛んでる放送を目指してるから、飛んでないと居心地悪いね。俺らしくないね。別にキャラとか作ってないから。200万、うん、100万ポイントで100万円。あ、そうじゃない。うん、そういうことだね。56号よろしくね。ありがとう。さすが。ありがとう。花火ありがとう。やればできるじゃん。そういうこと。ありがとう。
サンキュー。そういうこと。サンキュー。いいね、うん、ニコニコ生放送から来てるからね、うん、だから配信って言い始めたの誰なんだろうね。だから生主はニコニコ生放送から来てるから放送って言っちゃうんじゃない。サイトが歌ってたからね。逆逆、楽しむ気がないならいらないよ、うん、楽しむ気がない人はいらない。楽しませる気がない人はいらない。書いてあんじゃん。ファンクラブだって。楽しみたいと思ってんの他行きな。他にいっぱい楽しいのあるよ。178人やってるわけだから177人他の配信あるからさ、他行きな。他いっぱいあるよ楽しい放送。ここはあの俺のファンと交流する場所だからさ。応援する気のない人はいらないよ。ありがとう、頑張るよ82号さん。ありがとう。俺はやるよ。俺は100万絶対稼ぐから。まあ厳しい世界だよもともと。俺も稼いだことないから分かんないけど、うん、入れ替わり立ち替わり激しい人気商売だからしょうがないよ。支援してくれてる人は俺に花火投げてくれてる人だね。何人ぐらいいんだろうな。今月も見てみるか。花火以上投げてる人見てみっか。何人いんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10人。11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40人,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50人ぐらいか。ちょうど50人だね。ちょうど50人。配信者は自分のフォロワーさんがいくら投げてるか把握できんの。いや不可視じゃないよ、うん、ちょうど50人。ちょうど50人。
そいつらどこ行ったんじゃなくて、現時点で投げてる人が50人ね。そういうこと。その50人以外はもういらないでしょっていう話よ。便乗と売名なんかやってないよ俺。やめちまえじゃなくて見に来んなっつう。いや、投げねえやつは何やっても投げねえし、投げらんねえんだろ。投げらんねえもんにとやかく言ってもしょうがねえからさ。投げさせる配信っていうか、俺リスナーに媚び売りたくないんだよね。なんかバカにしてるように見えるから、普通にやって普通に稼ぎたいんだ俺は。普通にやって普通に花に爆投げもらいたいんだよね。無理かどうかは俺は諦めるつもりないね。俺はワンチャン狙ってる。誕生日ドカンと来るだろうけど、多分なんだろう、100発とかじゃないの。俺はそこは別に期待してない、誕生日っていうのは。きついね、ちょっとね、状況はあんまり芳しくないね。でもなんとかなると思ってる、諦めなければ。諦めないね俺は。俺はさ、最後まで頑張ってれば、見てくれてるね、人を応援してくれる人は必ずいると思ってるから、俺は諦めるつもりないよ。俺上から言ってないよ何も。俺上から何か言ってる？何にも上から言ってないけど、俺はやれると思ってるね。俺はね、配信口出されたくないの。自分のやりたいことだけやるから。花火欲しいならとかじゃなくて、俺が普通に喋って、それで、応援してくれる人から花火爆投げされるっていうのが俺の理想。俺のスタイルだから、それが。バースデーケーキ欲しいね。もしよかったらよろしく。100万考えてない。とりあえず好きなことで稼いで実績作りたいんだよ。
だから、手に入ったから考えるね。俺は100万の価値が自分にあると思ってるから。今日花火100発もらってたんじゃなくて、俺がやったって思えるのは、今月末までに、今日でもいいわ、1711発あと手に入れたら俺の目的は達成で、そこまで俺は油断できないのね。俺は油断できない。頑張れよ、ありがとう。俺は諦めるつもりはない。別に無理だろうが何だろうが知ったこっちゃない。できないやつの理屈は俺は知らないから。ただ俺が100万手に入れるチャンスは今月しかないと思ってるから。今月ダメだったらもう一生ダメだろうね。頑張るよ。ありがとう。頑張れよ。もしお金に余裕がある人がいたらさ、俺の目的のためにさ、一緒に応援して、花火一発でも減らして。もしお金に余裕がある人だったらファンタスティック投げて。俺は営業はかけない。配信とは何？解放です。謝ってください。何？本人だったら LINE かけてきな。本人だったら俺の LINE 知ってんだったらかけてきな。偽物でしょ。いや、俺は満足しないね、14万じゃ。価値がないと思ったら投げなきゃいいんじゃないの。価値があると思った人間だけ投げてるよ。あなたが価値がないって思うんだったら投げなきゃいいんだよ。投げたい人だけ投げてるよ。おはよう。なんだろうね。俺は別にね、閲覧欲しくて閲覧集まってるわけじゃないんだけどね、どっから湧いてきてんだろうね。
はい、おはよう。あ、カントリーマームだ。5年やって100万稼げなかったらちょっと厳しいよな。この枠で花火一発？何発飛んでる？この枠では花火一発って書いてあるけど。向いてるか向いてないかは俺が決めるから。はい、こんにちは。どうなんだろうね、ゴールデンウィーク明けて厳しいのかな。いや、でも投げる人は投げるからね。まあまあ時給換算したらね、厳しいもんあるかもしんないよね。でもまあやるしかないかんね。投げたくないなら見なきゃいいんじゃないの。投げたくないんなら見なきゃいいよ。俺は潰れないよ、残念ながら。コメント見てるよ。そういう発言が嫌われるっつっても、俺好かれようと思ってないもん。別に嫌いなやつは嫌いだろ。なんで嫌いなやつにさ寄り添わないといけないの。大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら大丈夫じゃないね。俺別に偉そうにしてないよ。こんなコメントでなんで俺がへりくだらないといけないの。無礼には無礼で返すのが普通だろ。ああ、旅の話とかね。ありがとう57号さん、ありがとう。変なコメント気にしないよ。花火ありがとう。サンキュー。57号さんありがとうね。サンキュー。応援ありがとう。全然気にしないから大丈夫だよ。ありがとうね。俺は慣れてるから。こうやって応援してくれる人がいるっていうのを分かってるから。ありがとう。俺アスペルガー症候群だからね。
ねえ、誕生日楽しくなるといいね。はい、こんにちは。俺はね、直接お金を振り込み断ってんのね。それってもう配信と何も関係ないから。俺は配信の対価として花火をいただく、アイテムをいただくっていうことで生計を立ててるから、俺は直接支援はお断りしてる。よくないじゃん。期待させちゃうでしょ。面白かったって言ってチップを欲しいのね。チップ、要はこの放送面白かったよ、時間潰したよって、頑張ってねっていう。まあ、半分になるかもしれないけど、俺はふわっちっていうサイトが好きだから、運営さんにも稼いでもらいたいし。ただそれだけ。口座番号はね、お断りしてる。毎月振り込む分をアイテムに使ってもらえたら、俺はそれで本望だから。もしよかったら77号さん、協力して。それは無駄なお金じゃないから。そう、毎月振り込んでくれる分を、こう、アイテムに課金してやってくれると嬉しい。よろしくね。ふわっちのね、好きなところはね、運営さんの対応がいいっていうことと、やっぱりリスナーさんと配信者を大事にしてるっていうところ。例えば DM とかでさ、わかんないこととか、質問したりとか対応とか、すごく、迅速に対応していただいて、一日待たされたことがないのよ。リスナー、配信に DM 送って。だから運営さんの、その、なんつうの、頑張ってるっていうか、ベンチャースピリッツみたいなのが俺はすごい好きで。なんかこう、配信でさ、やっぱ後発組なわけですよ。なのに、こうやって話題になるサイトを作ってるっていうことは、すごくいいことだと思ってて。なんか、ニコ生とかさ、ツイキャスの運営さん、すごいあぐらかいてて、メール送ったりしても返信が全然来ないのね。だからさ、こうやって、頑張りますっていう姿勢で、応援したくなるっていうか。ニコ生ひどいね、ちょっとね。なかなか返事が返ってこないから。だし、誤爆とか、俺お金払ってるんだよ。で、お金払ってて、500円やってバンになったら、また500円払わないといけない。1500円かかんのね、3ヶ月。そうやってさ、小銭稼ぎしてるサイトよりも全然いいじゃん。しかも運営費の中から広告料を払ったりとか、従業員の給料払ったり、サーバー費、エンジニアさんにお金払ったりとか、しっかりお金使ってると思うから。で、みんな知らないかもしんないけどさ、スマートフォンでアイテム買うと3割がアップルに取られるから2割で運営してんだよ。だから俺はちゃんとやってるサイトだと思うよ。このふわっちっていうサイトは。これはだから運営さんに半分お金預けても全然納得できる。すごくいい運営さんだなとか思うね。俺はだからふわっちに来てすごい良かったなと思う。いいサイトだよ。だからふわっちに半分取られるんじゃなくて、ふわっちっていうサイトがより良くなるっていう風に考えてほしい。で、例えば花火のタイムセールとか招き猫っていうアイテムとかをやってるわけ。66%の還元とかいろいろやってるわけだから、だからさ、リスナーさんにも還元をしてるわけよ。配信者の取り分多くなるようにとか。あんまり搾取されてるっていうふうに考えないでほしいね。
そうじゃなくて一緒にこのふわっちっていうサイトを盛り上げていくんだっていう感覚でいてくれると俺は助かる。俺だけいい思いしようっていうふうに俺は思ってないのよ。俺だけお金稼げればいいじゃなくて、やっぱり運営さんとタッグを組んでやってるわけ。そう。で、やっぱりさ、課金サイトなわけだから、広告とかがない代わりに、このサイトっていうのはさ、リスナーさんからのご支援でさ、アイテムの代金でさ、運営をされてるわけだから、俺はこういう稼げる配信者が増えたことっていうのと、ふわっちが稼げるようになったっていうことっていうのはすごく素晴らしいことだと思ってんの。だって、キャピタリズムの中ではさ、素晴らしいことじゃない？お金を稼ぐっていうことはいいことなわけ。お金が生まれない無料っていうのは正義ではないわけですよ。で、やっぱり仕事をちゃんとやってるっていうか、いい運営だから、どんどん稼いでもらいたいなっていうふうに考えてるわけよ。素晴らしいと思う、俺は。素晴らしい、本当に。はい、こんにちは。だから、まあ一緒に盛り上げてこうよ、みんなで。ふわっちっていうサイトの住人としてさ。やっぱりアイテム投げないよりもさ、アイテム投げた方が面白いから。不良アイテムもまあ全然、俺はアイテム、投げられたアイテムを全ていただくっていう、ありがたくいただくっていうふうに考えてるけどね。やっぱりご厚意はやっぱありがたくいただくよ。100万円の使い道は考えてない。俺の目的は今のところ100万今月稼ぐっていうところが目的だから、稼いだ後考えるよ。俺はやっぱり好きなことで100万稼いでみたいっていうことに関心があるの。その後に何に使うかっていうのは、その時の感情とかをみんなにシェアしようと思ってるのね。稼いだことないのってさ、稼いだことあるのじゃ、予想になっちゃうじゃん。だから俺は、稼いだ後にみんなに相談しようと思う。これ何に使うかなーっつって。今のところ考えてないね。
これ今あばら折れてんのね。とてもじゃないけど練習できるような状況じゃないんだよ。あばら折れてるからさ。いや多分ね、折れたあばらがね、内臓突き刺さってね、肺傷つけてると思うんだよね。歯磨いた時ね、血が出るんだよね。血が混じってるっていうか。多分ね、あばらが折れて、多分肺に刺さ、右の肺に刺さってるんだよね。病院行ったら多分ドクターストップで試合出るなって言われるから俺行かないようにしてる。うん、病院行ったらさダメでしょ。やっぱ俺に会いたくてチケット買ってくれた人に申し訳ないからさ。いや大丈夫だよ。この痛みはリングに持ってこうと思ってるから。いやだから肺に刺さったことありますかって、この前のボディーブローズ刺さったと思ってるけど俺は。ポチエムのパンチは一発も当たらなかったね。そうそう、この間の胸筋さんのやつね。多分胸筋さんの左フックが俺の胸を突き破った感じだよね。100万ね、絶対手に入れたいよね。花火10発ありがたいっすね。もしいただけたらご協力お願いします。いや俺なんか年上の女の人好きなんだよ。いやアイテム飛ぶよ、大丈夫だよ。流れ変えてくれるよ。大丈夫大丈夫、誰かがボーンって流れ変えてくれるよ。200人も見てんだから。俺はその一気に流れ変わるのを待ってるんだ。まあまあ落ち着いてみとけよ。
ああ、全然でもコメント読めてるから大丈夫だよ。154号さんありがとう。まあまあ、飽きるでしょ、多分。ああね、増量したんだよね、体重。捨て頃のために。芸能人クソ？なんかあったの？明日花火投げる。ああ、ありがとうね。待ってるね。シルバーはね、捨て頃の後頑張ってやろうかなと思ってる。別れた彼女と連絡する趣味はないよ、俺は。俺は別れた彼女と連絡取ったことなんか一回もない。あ、いらっしゃい。いや、応援する気がなかったら見なくていいよ。服のデザイン進んでないね。まあ、もともと俺ニコ生出身だからね、ニコ生で一番大手だったって言われてたからね。ねえ、 T シャツ早く仕上げないとね。今日もワドかっこいい、ありがとう。俺は巨匠じゃない、アーティストね。ポートフォリオ。セレブになりたいわけじゃないよ、俺は。俺は自分らしく生きたいの。はい、こんにちは。はい、わざつ。俺だって体重増量しちゃうわけじゃないよ。大変なんだよ。俺だって体重重たくしたくて重たくしてるわけじゃないから、契約があるから。まあ捨て頃終わったら痩せるよ。あ、もし応援してくれる人、花火よろしく。捨て頃いくつなんだろうね。6月の20日以降だったと思うけど、土曜日だったから、6月の20日前後の土曜日っていつだろうね。はい、おかえり。うん、頑張るよ。8月の23か。
頑張れよ、ありがとう。おはよう。怖い話？誕生日？いや、どこも何の予定もないね。俺はなんか未来に予定組むのが嫌いな人だから、うん、今のこの瞬間自由でいるっていうことにしかこだわりがない。100万達成したら何に使うか考えてない。100万がを手に入れることが目的であって、その後に考えるよ。手に入れた100万円眺めながらどうしようかなって考える。今一人暮らしですね。外配信できな、できますよ。外配信できなくならないよ。全然できますね。あ、ありがとう。まあまあ捨て頃は特別。いや、悪くないよ。全然気が悪くない。いや、普通にコメして全然大丈夫だよ。大丈夫大丈夫、気にしないで。対戦相手わかんない、誰だか。俺の対戦相手誰だっけ。よう知らない。うんうん書いてる人に聞いて。コメントの音は流れてないよ。俺の声が聞こえてる。いや、誰と戦うんだろう、わかんない。誰だっけ。ゾンチャチは財閥じゃないよ。応援の定義は何ですか。フォローすること、コメント書くこと、まあ Twitter、Facebook、YouTube フォローしてくれて、まあ普通に頑張ってとか応援してるよっていう気持ちがあったら俺は応援だと思うけど、あとアイテムもらえたら嬉しいかな。外で見かけたら声かけていいの。ああ、そっとしておいてもらえると嬉しいかな。うん。まあ声かけてもね、サインくださいとか言われるんだけど、俺はあんまり自分のサイン書くのあんま好きじゃないし、断ってんのね。俺全然病んでないよ。大丈夫だよ。全然大丈夫だよ。だからまあね、サインは書かないっていうか、サインはごめんなさいって言って、まあ写真とかだったら対応しやすいかな。ファンですって、写真撮って、一緒にツーショットで写真撮ってくださいって言ってくれた方がまだ。バカありがとう。それだったらね、すぐ写真だったらパシャッと撮ってあげてね、あれだから。まあステッカー買ってくれたりしたら嬉しいけどね。アイワードツリアトツーマチは俺は嫌なのね。恥ずかしいんだ、リスナーさんと会うのが。だからイベントの時とかに来てもらいたいね。
うん、たまにそういうイベントとかオフ会とかやってるから、宮戸津町はあんまりやってないね。昨日ごめんね、なんかあった？昨日。別に何のことだかわかんない。昨日配信やってないけど、なんかあった？ショペンさんどうも。もしよかったらみんな花火ちょうだい。よろしく。アイテム買えない？じゃあ、Twitter と YouTube とふわっちの3つフォローして。リア凸町したら、まあまあ、結構人来るけど、恥ずかしいのね。ごめんね、リア凸町ね。まあ、郵送販売とかもやってるからさ。まあ郵送で、対応したいかな。俺恥ずかしいのよ。俺別にキャラ変なんかしてないよ。いや、俺キャラ作らない。普段からこういう性格。何人来た？今までまあ通算500人は会ってきたかな。ネットっつうか、LINE で問い合わせてくれたら、販売してますよ。住所はツイッターに書いてあるよ。いや、恥ずかしいんだよね、やっぱり。いや、住所はツイッターに書いてあるよ。いや、面白いとかどうでもいいから花火ちょうだい。はい、わざつ。ツイッターと YouTube。YouTube のチャンネル登録とツイッターとふわっち。LINE 追加した。あ、ありがとう。いや、棚からぼた餅とかじゃなくて、俺のファンのファンクラブだから、ここは。いや、大丈夫だよ。コメントしっかり終えてるから。花火もらえなくて焦ってるって本当ですか？本当ですよ。焦ってますね。宝石箱、花火よりも高額課金アイテム出るんだ。へえ、いくらなんだろう。あ、ほんとだ。なんか始まったな。いや、これはファンクラブだから。うわー、すげえな。宝箱。へえ、現在超豪華な新アイテム、宝箱タイムセールで限定発売。どういうこと？いくらすんだろう。え？一発で一、え、なにこれ？やば！一発一万円？一発一万円？これ5000円入るってこと？やば！なにこれ？やば！マジか！最高額じゃん！やば！一発一万円入るの？欲しいわ！誰か宝箱ちょうだい！あと2時間だってタイムセール。これ欲しいわ。8万9000円か。いや、これ欲しいな。誰かくんないかな。これすげえな。もらってみたいな。いや、一発いくら入んだろうね。やっぱ半分かな。いくら入るんだろう、これ。うわ、宝箱欲しいわ。宝箱10個。いや、まず1個欲しいけど、10個くれんの？還元率が不明だけど、これ多分普通だね、折半だね。
やば。宝箱、どんなエフェクトなんだろう。誰かに似てるんじゃなくて、俺に似てる人はたくさんいるんでしょ。いやー、誰か宝箱ちょうだい。え、買ってくる？マジで？ 10 発？え、マジで？え、本当に？ 158 号さん。マジでくれんの？嘘でしょ？招き猫は高額でいいよね。え、マジで？買ってくんの？マジで？本当に？え、くれんの？驚異の宝箱ラッシュ？驚異の宝箱ラッシュ、神回来るか？これ。アイラもびっくり。来るのか？マジで買ってくんの？みんな。え、俺に投げてくれんの？宝箱投げてくれる人手挙げて。宝箱投げてくれる人。え、マジで？買ってくれんの？マジで？目標金額変えたらってどういうこと？え、どういうこと？花火買ってくるよって。目標金額いくらにしろってこと？ 100 万じゃ低いってこと？え、マジでこの枠で投げてくれんの？え、超テンション上がるんだけど。マジで？マジでくれんの？え、マジで？あ、いいよいいよ、65さん。あ、他の配信者に投げるのか。関係ねえじゃん。男なら500、まだ100達成してねえからさ、とりあえず、俺は100まだ掴んだことないから、身の丈超えねえで、まず100確実に手に入れるっていう、そっからだと思ってる。え、超楽しみなんだけど。うわー、楽しみ。え、早くちょうだい。いやー、だって花火より、すごいじゃん。え、マジで？ちょうだいちょうだい。え、マジで？早く早く。早く。早く。いや、宝箱ラッシュ来るか？これ。鬼の。宝箱ラッシュ来るんじゃね？やべ、超楽しみになってきた。やばくない？これ。超いい流れじゃん。いや、これ伝説の、いや、さっき俺、あれだよ。花火ファンタスティック10発もらったんだよ、さっき。来るんじゃね？この流れ。爆投げ花火師来んじゃね？宝箱。投げたい？受け取るよ。来ねえかな。エフェクト見てえな。いやー、すげえワクワクする。やべ、めっちゃ楽しみ。まだかな。うわー、超楽しみな、宝箱。いやー、配信やっててよかったなー。え、宝箱マジでちょうだい。何を買うから？何か欲しいわけじゃないんだよな、俺な。なんか、こう。普通に配信で100万稼ぎたいんだよな。え、便所さん宝箱いつ？すげえな、便所さん。え、宝箱入ってなくない？あ、不可視か。見返りはないっすよ。見返りないっすよ。一切ないっすね。僕、見返りとかないっす。宝箱高いよね。1個1万だもんね。
いやー、宝箱欲しいなー。誰か頼むよ。誰か宝箱ちょうだい。誰かいないかな。270人の中で超大金持ちいないかな。頼むよ。俺のファンで大金持ちいないかな。宝箱は1個1万円で10発で8万9千円だって。うん、宝箱の山来ないかな。え、マジで266号さん、マジで言ってんの？え、マジで言ってんの？ 8 万円のやつ差し上げます。受け取ってくれますか？え、もちろんありがたくいただきます。マジっすか？マジっすか？10発くれるんすか？え、マジで152号さん、マジで？え、俺に投げてくれんの？マジか。やば。何この流れ、やば。え、今日100万いくんじゃねえの、俺。なんかそんな気がしてきたんだけど。今日で俺100万いくんじゃね？なんかそんな気がしてきたよ。俺今日100万達成できそうじゃね？この流れ。いや、マジでマジで。バースデー前に、達成しそうな気がして、ていうか今日行きそうな気がするわ。今日だけで。神回でしょ、今日。いや、俺行きそうな気がしてきたわ、だんだん。いや、ありがとう、みんな。ありがとう。今日行くわ。今日行くわ。バッチも買うわ。って、マジで？投げてくれんの？いやいや、だからこのための伏線だったんだよ、さっきの。さっきのは、この宝箱で爆投げの伏線だったんだって。いや、ありがとう、マジで。いや、マジでしょ。だってみんな買うって言ってんじゃん。これ爆投げでしょ。だって買う人さっきの計算したら、多分200発は飛ぶんだよ。バカありがとう、頑張るよ。200発だよ、宝箱。やばくない？宝箱もう、いや、もうできるだけ欲しいっすね。100個ぐらい欲しいっすね。うん。宝箱100個ぐらい来るっしょ。え、いくらだろう、一発。いや、俺に投げるって言ってたよ。いや、来たよ、神回、これ。これ、とんでもない流れでしょ。とんでもない流れ。来るでしょ、この流れは。そう思わない？来るでしょ。やべえ、やべえ。もうこれ一発上がったらどんどん来る流れだ。やべえ、マジでドキドキする。何このワクワク感。俺今日人生変わるんだぜ。今日人生変わるんだぜ。たった今この瞬間から。ありがとう。いや、来ると思う。俺、マジで来ると思う。爆投げ来ると思うよ。マジで。なんか予感が、こういう予感外したことないんだよ。いや、俺これマジでとんでもないことになると思うよ。この枠。やばいよ、これ。やばいよ、みんな、これ。これはとんでもない流れだよ。これは来てる、来てる、来てる。マジで。これはもう完全に俺が100、この枠で稼ぐ流れなんだって。いや、来てるよ、来てるよ。いや、マジで感謝。いや、マジでマジでありがとう、みんな応援してくれて。いや、これ絶対来る、絶対来る、絶対来る。俺予感がする、なんか。今、神様が買ってるの見えるもん。神様がもう爆投げ準備してる。あとはどっから行くかみたいな感じになってる。伝説の宝箱配信だよ。いや、来るよ、これ。いや、これ絶対来る、絶対来る。100万確定だわ。うん。いやいや、来る来る来る。一人何個でも投げれるよ、215さん。もう本当にもう、解体だけ。いや、宝箱会場ここでしょ。いやいや、俺、なんかこういう予感、外した。いや、本当に、俺外さないんだって。マジで。勝ったわ。俺、本当に、勝ったわ。マジで。俺、こういうの、本当に外さないから。予感がすんの、爆投げされる。で、もう、神回になる流れなんだって、これ。絶対来る、絶対来る。絶対来る。和道財団が動き出す。いや、ありがとう、おめでとう、ありがとうね。絶対来た。うん。いや、一緒に投げていいよ。タイミングは任せるわ。いやいや、これ本当に分かってないんだって。本当に来るから。
俺予言する 100% 来るから 100% 来る。この流れは絶対大丈夫。俺こういう感当たるから。あ、これは当たる、絶対来る。爆投げ、いやもうこの枠絶対見逃さない方がいいと思うよ。とんでもない爆投げ来るよ。とんでもない爆投げ来る。とんでもないことになるから、この枠来たわ。流れ掴んだわ、流れ掴んだ。勝ったな、勝ったわ。うん。で俺あと5分だと思う。あと5分後ですよ。予言します、皆さん予言します。90分のところで始まるから、始まるから。90分、あと5分待って。 OK、 あと5分待って、あと5分、あと5分で1個がボンって上がって、ドーン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 で、もうラッシュだから。来るよ、あと5分。 OK、 OK、 みんなでカウントダウンしよう。 OK、 いや楽しみ、もう見えた、俺は見えた。もう止まらないよ、止まらないよ、止まらないよ、マジで。いやこれ来る来る来る、絶対みんながマジかって言うよ、マジかよって、本当じゃんってなるから。分かった、90分ね、90分。みんな買った、買った人手挙げ。もう準備できてるよ、買ったっていう人。もう90分で一斉ので全員で投げて OK。 90分全部一斉のせいでいい、 OK。 作戦 OK、 OKOKOK、 いくよ。90分ね、90分でいこう。時間は90分。もうあの宝箱師がいっぱいいるから、トレジャーハンターがいっぱいいるから。10個買ってる、了解です。じゃあ同時に投げてください、皆さん。 OK、 みんな同時に投げてよ。図工はいらない。すげえ来たーとかの弾幕用意しといて。 OK、 OK。 いやワクワクしてきたんだけど、ワクワクしてきた。いや神回だよこれ、絶対絶対神回。今月だけで OK だよ。今月は100稼ぐ、そっからもうあとはいい。今月とりあえず1人最低3個、いやいや数はお気持ちでいいよ、数はお気持ちでいい。90分に同時ね。やべえ、超楽しみ、超楽しみ。見つかった？ありがとう。10個セットはないと思う。もう止まらない感じだと思う。10個一気に投げる、あの、人はいないと思う。いいよ、いいよ、いいよ。5個全然すいませんとかないよ。行くよ。あ、300人超えた。来た、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 来た。これ、あと3分、あと3分。あと3分。宝箱10個一気投げでもいいですよ。男気一気投げでも。やべえ、超楽しみ。やばいよ。これみんなないと思ってるでしょ、正直ないと思ってるでしょ、正直ないと思ってるでしょ。これマジの流れだから、これマジの流れだから、これ本当に止まらないよ、これマジの流れだから。うん、いやネタとかじゃない、俺勘がいいから。いいよいいよ、65さん今度なんかで10個買った。墨だからは花火大会超えよう。これはとんでもないことになるよ。ちゃんと用意してる？オッケー？もう投げる準備できてる？みんな投げる準備できてる？いい？オッケー？オッケー？準備いい？みんな同時にだよ、同時にサーバーダウンさせるぐらいの勢いで投げて。これ嘘だと思ってるでしょみんな。この流れは来るよ、来るよ、本当に来るよ。20個買った、オッケー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 。1個でも全然いいよ、同時に投げて。90分、よし、カウントダウン、カウントダウン、来た来た来た、行くよ。80、あと2分、あと2分、来るぞ来るぞ、みんな。トレジャーラッシュ、ラッシュ、宝箱ラッシュだから。この枠で100万稼ごう。この枠で100万稼ぐ。みんな90で一斉に投げてよ。一斉に投げてよ。一斉に。OK？ OK？ OK？ OK ね？ OK ね？ OK？ OK？来ただよ、みんな、コメント。もうお祭り騒ぎだよ。行くよ。ここが真っ赤に染まるから、ここが。ここが真っ赤に染まるから。来るぞ、来るぞ、来るぞ。来るぞ。10秒 OK？ あと100秒。
やべえ、人生変わる。俺の人生変わる。ここで変わるんだ。ゴミみたいな人生さらばだよ、もう。ここで変わる。俺が100万稼いで、勝ち組になる、勝ち組になる、成功者になる。ここで生まれ変わる。俺は生まれ変わる。ここで俺はゴミみたいな人生とおさらばして、ベルルッティ買って、ヒルトンのスイートルーム泊まって、夜はスカイラウンジで、で、車は、ロールスロイス。来るぞ。来るぞ。俺の人生変わるんだよ。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 来い。来い。いや、来る。来る。30。いくよ。30。29。28。27。26。25。24。23。22。21。20。19。18。17。16。15。14。13。12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。そんな簡単にさ、人生とか変わらないから。タバコ吸おう。いやいや、もういいわ。そんな簡単に人生とか終わらないから、変わらないから。現実だから、これが。
分かった。いや現実だからこれ、いやもういいや、もう騙されない俺、もういいよ。なんかもう信じらんねえわ本当に、信じらんない。虐待だろこれ、虐待。300人見ててゼロだよ。なんで嘘つくの。いやいや、もう無理でしょ。だって全員90分で投げるって約束したのにさ、なんで投げてくんないんだよ。だって投げるって約束してくれたじゃん。購入が間に合わなかったってさ、なんで他の人のところに投げられてて俺のところに投げてくんないの。いや、こんだけ300人見てたら、まあ一発ぐらい飛ぶかなってなるでしょ。ならないの。いや、ここはやらせでもいいから、運営さんちょっとね、なんかあるんじゃないかなっていうか。じゃあ通常枠だったら上がるかな。通常枠だったら上がるかな。狐枠と通常枠だったらどっちが上がると思う。俺はお前らの勘信じるわ。狐枠と通常枠だったらどっちが上がるとかける。狐と通常だったら。だってもう時間がないわけよ、タイムセールだから。あと1時間半かけようよ。狐と通常どっちがいい。狐の方が上がる、信じるよ。狐の方が上がる、絶対いい。絶対いい。いや、まだ1時間半あるから。あと1時間半しか買えない。狐枠 OK、 信じるよ、信じるよ。じゃあ狐枠だったら1時間半で来る。狐無理。どっちどっち、どっちの方が来ると思う。通常、え、割れるな。どっちだろうな、割れたな。狐上げにくい。え、じゃあ通常だったら来ます。あと1時間半しかないのよ。買ったのか、どっちだ。流れ来てる、どっちだ。ターニングポイントだぞ。あと1時間半、ここで即決できないと金持ちにはなれないんだよ。成功者になれないんだよ、ここで。どっちだ、これで決まるぞ、これで決まるぞ、これで決まるんだよ。もう変えたいんだよ俺は。もうどっちだどっちだ、通常なのか狐なのか。狐で爆投げもされたし、通常で爆投げもされた。これは気まぐれなんだよ、花火師さんの気まぐれなんだよ。どっちに転んでもどっちでも上がってるから、どっちなんだよ。でもこれは絶対流れがあるはず。300人が見てる。300人が今見守ってる段階だから、考えろ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 。ここをもう通常にするか狐にするかで運命が分かれるんだよ。俺次第なんだよ。決めるのは俺なんだよ。でも絶対これ上がる流れなんだよ。100万円稼げる流れなんだよ。人生変えるのは今しかないんだよ。今しかないんだよ。今決めないといけないんだよ。どっちだ。どっちだ。考えろ、考えろ。いや、考えるな、考えるな、感じろ、感じろ。いや、買ってるやつは絶対いるんだよ。投げたい。花火師さんの気持ちになれ、花火師さんの気持ちになれ。花火師の気持ちをもっと考えろ。どっちだ、どっちだ、狐か通常か、通常か狐か。どっちだ、どっちだ。どっちだ。のんちゃん、相談していい？ミーティング、家族会議、ちょっと来て。これ大変な、今100万稼げる流れなんだよ、のりこ。のりこ来て。急には行かれないんだな、のんちゃん。
いやいや、急にはっていうか、そっもう、は、一刻はあやそうから。あやそうんだよ、のんちゃん。あやそって。じゃあ、ここでいいじゃん、ここで。うん、のんちゃん、高額アイテムっていう、とんでもないアイテムが出たんだよ、宝箱が。うん、1時間半残り購入時間なんだよ。うん、今、キツネ枠で300人が見てるんだよ。うん、で、みんな買ってるって言うんだよ。うん、俺多分この流れで乗っかると100万稼げると思ってんの。うん、この枠だけで。うん、通常枠か、キツネ枠か、悩んでるんだよ。幸運の女神はどっちだと思うの？通常なの？キツネ枠なの？え、枠を取り直して通常枠でやるべきか、通常枠の方がアイテム飛ぶのか、キツネ枠の方がアイテム飛ぶのかっていう、俺は今二つの道があるんだよ。どっちかを選ぶかで俺は飛ばない気がするんだよ。うん、のんちゃんどっちだと思う？みんな通常って書いてある。OK、 通常枠行こう。お疲れっす。通常枠。